なたは目の前を糸くずのようなものや虫のようなものが飛んでいるように見えたことはありませんか？特に白い壁を見ると見えるそうです。こんな症状があれば飛蚊症を疑った方がいいかもしれません。飛蚊症は視界に小さなゴミや虫など浮遊物が飛んでいるように感じる病気です。眼球内にある硝子体の濁りが原因となって老化やストレスから発症します。この浮遊物の形や数に変化を感じたら、それは症状が悪化しているサインです。外から入ってきた光は透明な膜である角膜、レンズの水晶体、ゼリー状の玉である硝子体を通り抜けて目の奥にある眼底の網膜に達し、この仕組みで脳が物体を認識します。硝子体は若い頃は綺麗な球体で、内部のゼリーにも濁りは見られません。しかし40代くらいになると一部は水のように液体になり、硝子体の収縮が進み、接していた網膜から剥がれてしまいます。その結果、光が入ってきた時に黒い影が網膜に映ります。これが一般的に飛蚊症で、加齢による生理的なタイプです。この生理的タイプは加齢によって誰にでも起こることで、特に治療はしなくていいようです。違和感は残りますが、徐々に気にしなくなる人も多いようで、視力低下を招く恐れもほとんどないそうです。しかし稀に飛蚊症の症状が失明の恐れがある病気のサインであることがあります。飛蚊症は症状が進行すると網膜裂孔や網膜剥離をはじめとする目の病気を引き起こす恐れもあり、これらの病気は発症後早期の治療を必要とする病気です。硝子体出血。網膜血管の破裂などによる眼底の出血が硝子体内に入り込んだ状態を硝子体出血といい、飛蚊症を起こします。ひどい場合は目の前にカーテンがかかったように見えますが、軽い出血の場合は飛蚊症の症状を感じます。軽い出血では自然に治ることもありますが、ひどい場合は出血を止めるためにレーザーによる治療や手術が行われます。ブドウ膜炎。網膜の一つ外側のブドウ膜という部分に慢性の炎症が起こる病気で、原因はいろいろあります。時に発作的に症状が悪化し、飛蚊症がひどくなることがあります。発作の時すぐに適切な治療を受けることが視力や視野を守る上で大切です。網膜裂孔。網膜裂孔は網膜に穴ができる病気です。網膜裂孔はこの穴や傷から出血を伴い、飛蚊症の悪化を引き起こします。網膜裂孔を発症した場合、網膜剥離への進行を抑える目的で、傷などからの出血を止めるレーザー治療が必要となります。網膜剥離。網膜裂孔がさらに進行すると硝子体が網膜から剥がれてしまい、網膜剥離を引き起こします。網膜剥離は急激な視力の低下や飛蚊症の悪化のほか、最悪の場合失明に至る恐ろしい病気です。今は技術が発達し、視力を回復できる確率が高くなっていますが、網膜剥離を発症した場合は早期の治療が大切です。専門家によると、飛蚊症はコンタクトレンズの装着やパソコンなどの長期使用による目の酷使、紫外線などは関係ないと考えられているようです。ただ重い目の病気に比べて研究が進んでおらず、詳しくわからない点もあるといいます。飛蚊症の悪化は網膜裂孔や網膜剥離だけでなく、その他の病気のサインにもなります。目からの情報が全体の約8割を占めると言われるほど視覚は重要です。気になる症状があれば早めに病院に行き診断を受けましょう。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。